今回はこれまでに使ってきたカメラいろいろについてちょっと思い出を含めて振り返りたいと思います。また最後にちょっと今後買ってみたいレンズなども探しながら脱サしたいなと思いますで。本格的にカメラを始めたのは2013年ぐらいですかね。でまあ、本格的に始めたって言ってもそんなにこうガチガチに真剣にやせってるわけではなくてちょっと旅行先とかで写真を撮るときに いい写真を撮りたいなと思ってちょっと高めのカメラを買ったという感じになります。で最初の私のメインカメラはここにあるパワーショット G1X というキャノンが出している高級コンデジです。で、これの良かったところっていうのはこのセンサーが1.5型ットとまあ普通の安物のコンデジと比べるとめっちゃでかいっていうところです。で、まあ当然専用のレンズも良かったですしまあこれは 本当にこう自分のメインカメラとして気に入っていてずっと使っていましたで正直まあ1 5型というかなり大きなセンサーを積んでいることもあって本体も大きいし重さも重たいという感じだったんですがまあ有 t 全部含めて 500g ぐらいだったのでまあ全然持ち運べるぐらいのサイズでしたでこの G1X は本当にこう撮れる絵っていうのが非常に良くてこうどれだけ使っていてもこう 残念だななといいいうう点が出てこないという感じでした、まあ、もちろんいろんなレンズの範囲の制約とかもありまして、まあ、画素数も1430万画素しかないですし、まあ、今となってはかなり少ないですね、まあ、ただこれは出たのはもう9年前のカメラなのでこれはしょうがないと思いますでレンズもまあ28から1 1 2ミリと、まあ、それなりに広角から望遠端まで結構幅広く使えて4倍ズームという感じです で、まあ、ファインダーもちゃんとついていて、これもまあ、そんなに多くは使わなかったです。たところで、この液晶モニターが全然見えないっていう時には、かなり使う、よく使うことができました。で、オートフォーカスもまあ、当然最近のカメラと比べると、そんなにっていう感じなんですけれども、まあ、そんなに悪くはないかなという感じで、一応この顔優先とかもついていたので、まあ、まあ、問題なく使えたという感じになります。 でまあ、本格的にこの露出補正とか ISO とかをいじるようになったので、まあ、結構この ISO も上は12,800まで上げることができて結構 ISO 上げるとノイズでザラザラになるんだなとかいろいろ勉強になりました。で絞りも F2.8 ということでまあそれなりに明るくてで望遠端では F5.8 まで暗くなるんですけども、まあ、それなりに9年前のカメラということを考えると使えたなという感じになります。 でまあ、何より1.5型のセンサーということもあってやっぱり当時の自分からすると、まあ、スマホとか、まあ、場合によってはちょっと前まではいわゆるガラケーのカメラを使っていたのでちょっと覚醒の感があるといいますかちょっと桁違いにいい写真が撮れたなという感じになりますでも解像度はさっきの1400万画素ということもあって、まあ、4300×2400 ぐらいだったんですけれどもまあ4対3ということもあって 4:3だと 4,300×3,200 ですね。ということもあって、まあ、なんだかんだでそれなりにいい感じの解像度は得られていたんじゃないかなと思います。で、まあ、ついでに、これ、ローもちゃんと取れて、まあ、ロー現像というのも初めて取り扱ったという感じになります。で、ちょうどこのカメラを買ったのが、まあ、就職して、まあ、給料もらえ始めた頃だったので、ちょっと奮発して変えたという感じになります。で、これだけまあ、きちんと。 いろんな機能が入っていて、大きなセンサーが入っていて、500g ぐらいだったので、非常に旅行にもいろいろ持っていけたなという感じになります。まあ、やっぱり昔のカメラなので、どうしてもこうバッテリーっていうのはやっぱりまあこう数世代前という感じで、250枚ということで、かなりちっちゃいなという感じがあったので、確か余いバッテリーを買ったんじゃないかなと思います。で、このカメラ本当に気に入っていたので、 確かこのマクロレンズアダプターとかワイコンとかを買ってまあもうちょっとこういろいろなものが撮れるようにこうチャレンジした記憶がありますというところでまあ本当にこの真ん中にファインダーがついていたりといろいろカメラの基礎を勉強するのに非常に役に立ったカメラで操作性も良かったなと思います今は確かこれ G1X からだんだん派生して G1XM3 a ぐらいまで進んでると思うんですけれどもまあいいカメラだと思いますので まあ結構おすすめかなと思います。やっぱりキヤノンのカメラはやっぱすごく色が綺麗だなっていうのがあってまあ、今私はソニー機を使ってるんですけどもまあ、色っていう観点でいくとやっぱりキヤノンとかフジフルムの方が個人的には好みの色だなという感じがします。でこの右側にずっと写っているのがあの今回と言いますかこれまで G1X で撮ってきた写真でこれはた分アジサイとかですかね。でこんな感じでこうすごく綺麗な水色が出てますしこう まあ花びらの脈といいますか亀脈っていうんですかね、まあ、こういうのまで映る改造感もあってかなりこう気に入っているものになりますでこの水色と緑のコントラストも綺麗ですし、まあ、非常にお気に入りのカメラでしたこれは京都の貴船、えー、神社とかですかねこういうちょっと暗いところでもまあそれなりにきちんと破綻しない絵が撮れてますし これはもう今廃線に廃線じゃないですねえっ、ー、と廃止になったトワイラタエクスプレスという、まあ、夜行列車寝台列車に乗った時の写真で、まあ、こういう電車の写真とかでも結構ちゃんと思い出として残せるぐらいのクオリティの写真をちゃんと吐き出してくれるなという感じでいろんな思い出が詰まっていますでこれはどっかで撮った猫ですね、まあ、こういう感じでこう毛もしっかり写るような感じでいい感じですね どここかかかの犬とかこれは、えー、とスカイツリーですかねちょっとこう浪季気味な写真とかこういうのでも結構いい感じの雰囲気を出してくれてるなと思いますこの辺は多分東京を散歩した時でこれは多分環状線か何かのところだと思いますで確かこれは、うんとどこだっけな、えー、と多分神保町とか神田とかその辺りを散歩した頃の だなと思います、まあ、常磐線とかですねで。これは多分秋葉のちょっと南のところですかね。うん。万世橋とか。こういう感じで、こう本当に、ちょっとこれは多分もう本当に相当古い写真なんですけど、かなりこう、まあ、もちろんあの僕の写真の腕が下手だっていうのは差し引いてもらって、まあ、 この辺はあのラブライブの聖地巡りしたところですね。まあちょっと自分の構図とか写真がしょうもないというのはちょっと差し引いてもらって、まあ、カメラの性能ということだけにこう目を向けると結構このいろんな感じでいい感じで写真がこ,この辺のなんか水の表現とかもかなりやっぱりこのカメラの底力を感じるなという感じで、まあ、好きな感じですね。まあ、本当に本格的にカメラを始めて多分1年ぐらいで撮った写真なんで。 まあ全然僕の腕は本当にひどいものだと思うんですけれども、まあ、カメラの性能はかなりいい感じかなと思います。でこれは多分上の動物屋台ですかね。でここから先が多分えっとフラノの写真ですかね旅行に持っていく時でこういう結構緑と青のコントラストとか空の感じとかこれはえっとどっかの、えー、と多分ラベンダー畑とかそこら辺に中の一角にある まあ、花畑ゾーンだと思います。これはラベンダー畑ですね。青い池みたいな感じでこれでどおりかなという感じで、まあ、かなりこういい感じの写真が撮れて満足したなという感じではあります。でこの辺りでいろいろ写真を撮ってみて、まあ、やっぱりこう流れ的に一眼レフっていうのに興味が出てきました。でその時に買ったのがこのペンタックスの K50 っていうやつです。 これも多分かなり古いカメラだと思います。で、この時にまあ選んだ理由としては、ま,あ、まだミラーレスとかは全然出てなかったので、えー、と当然、こう一眼レフっていうことにまあなったわけなんですけれども、まあじゃあどのメーカーのやつを買うかってなったら、まあ、やっぱり私が当時札幌に住んでいたということもあって、やっぱりこうできれば寒い 環境とかでも問題なく使えるカメラがいいなというところもあってまあそういう厳しい環境下で使えるってなるとやっぱりペンタックスが一番優れているかなということでこれを選んだっていう記憶がありますでただ当時これを持っていてやっぱりちょっと重たかったんですよね本体が 600g 以上してさらにこのズームレンズを持っていたんですけどもこちらもえ多分 500g ぐらいして トータルで多分1 2キロぐらいになったのかなってちょっと重たいなっていうのがあって正直そんなにはこう持ち運べなかったなというのが正直なところですやっぱり旅行,旅行に行く時にもできるだけカバンをちっちゃくしたいっていうのもあったので、まあ、どうしてもちょっとこう持ち出しの頻度は低かったかなという感じがしますただ今最近やっぱりコンディションがミラーレスを使っていってもやっぱこの辺のえっ、ー、と何て言うんですかね 一眼レフでシャッターを切った時にミラーが実際にこう物理的にカシャって動くっていうその感じはまあやっぱ今のミラーレスにはない写真を撮っていて楽しかった、まあ、撮った感があるなっていう感じがあってまあその体験はすごく好きでしたという感じですかねただやっぱり重さと大きさがどうしてもちょっとなかなか厳しいなっていう部分があったのでちょっと使う頻度は少なかったなという感じになります。 まどうしてもねやっぱその辺のこうどれだけ体現が良くてもその持ち出し頻度が下がってしまうと本当に意味がないという感じになってしまうのでまあその点はちょっと残念だったかなという気がします。でもう一つ致命的な弱点があってこちらはあのいい点としてあの炭酸電池でも動くっていうところがあったんですけれどもその欠点としてこう絞り機構にバクが入っているというのがあってこの K30 とか K50 っていうやつは。 そのバグはどういうものかっていうと電池の電圧が足りなくなるとなんか絞りがどうもすごく固着しやすいのかなのか分かんないんですけどもあのこう F16 とか F22 みたいなそのレンズで一番暗い絞りっていうのがあると思うんですけども、まあ、その絞りに固定されてしまうっていう弱点があってそう自分が例えば F2.8 とかに設定していたとしてもこうシャッターを切るとなんか F22 の写真が撮れるみたいなそういう残念な仕様があって。 こう結構真真っ暗な写真を生み出してししてままうっていうい弱点がありましたで炭酸電池を使うと結構電圧が稼げる、まあ、すなわちパワーが稼げるのが分からないんですけどもその問題っていうのは起きづらかったんですけどやっぱりどうしてもこう電池が弱ってくるとその絞りのバグっていうのが出てきてしまって真っ暗な写真が回られてくるっていうのがあって、まあ、手放したっていうところがありますでまあこの右にあるのがこの K50 で撮った写真なんですけどまあやっぱりこう この辺は、えー、とフェイトの聖地巡りをした時の神戸の写真ですかねまあ結構こうまあこれもちょっとこう自分の写真の撮る腕を差し引いて考えてほしいんですけれどもまあ結構こうやってやっぱりさっきの G1X よりもさらに一段階やっぱりこういい感じで写るなっていう感じがあって、まあ、この写り自体は好きでしたでただまあやっぱりこう写真を撮ってだんだんバッテリーが下手ってくると真っ暗な写真が生まれてくるっていうところがあって まあそういうちょっと運ゲーは自分はあんま好きじゃなかったので、うん。あんまりつかなくなっちゃったって感じです。で、見ていただいてちょっと感じられると思うんですけども、まあそんなにいいレンズを使っていなかったというところもあって、若干ちょっと解像度が甘いといいますか。まあよく言えば、まあレトロ調、そのオールドレンズ風の写りになっているかなと思います。まあこれはこれでこう味があってすごく好きなんですけども。はい。 でこの辺はまあ望遠のレンズを使っていたので、えーと、確か300ミリまでいけるんですかね。で、APS-C だったので実質450ミリぐらいまでいけて、これ多分自分の人生の中でも一番望遠が使えた時期だと思うので、まあ、こういう動物園の動物を撮るのとかにはすごく向いていたなと思います。はい。この辺は、えっと、ちょうどあの丸山動物園であの白クマの子供が生まれた時の写真ですね。 まあこれはちょっとタイミングもバッチリやっていて、まあ、ちょうど自分が一番こういうズームレンズを持っていた時期と重なっているので、まあ、非常に良かったなと思います。はい、この辺は結構、まあ、この当時やっぱ丸目動物園に行くと、この白マの子供狙いのカメラを、ガチカメラを持った人たちが本当にこう密集してるっていう感じでしたね。はい。で、まあ、レンズはえとこんな感じですね。300mm までいけるやつっていう感じで。 重たかったたですねただこうまあウォーターレジストがついていてまあ冬のサポートとかでも安心で使えるっていうのは良かったですで次にどういうカメラに手を出したかっていうと、まあ、G1X もこの PentaxK50 も、まあ、PentaxK50 ほどではないにしてもやっぱ G1X もまあ 500g ぐらいあって結構重たいというところがあったのでちょっと軽いカメラが欲しくなりましたそれプラスあのこの頃ちょうど富士フィルムには のカメラにはどうもフィルムシミュレーションというものがあって楽しいらしいという話を、えー、仕入れましてそれで買ったのが、えっと、こちらですねで XQ1 というものでまあ,あの多分今もフジフィルムの X シリーズというのが残っていると思うんですけどもまあそれのコンディジというのがか実は昔あったんですよねあのあ今も多分 X100V とかあると思うんですけどもそことはちょっと全然価格帯が違う本当に安いこのセンサーもこの3分の2型っていうめちゃちっちゃ小さいような こういう X の技術を持っているけれども安い本当にちっちゃいいわゆるこう、まあ、プレミアムって書いてますけれども、まあ、結構安めのコンデジがありましたでこれは、えー、とどういうものかっていうと本当にちっちゃい、まあ、このここに画像がありますけどこういう本当にこう本当にコンパクトなカメラででもフィルムシミュレーションとかはきちんと使えるっていうものでがありました でこれを買ってまあ実際にいろいろフィルムシチュエーションを試したりしてこう楽しんだという感じですね。でやっぱりまあセンサーがちっちゃいっても明るい時には十分写真撮れますのでやっぱ楽しいのは楽しいですね。でまあ画素数も1,200万画素しかないですしまあ限界は感じる部分があるもののまあやっぱり JPEG で撮るとそのフィルムシチュエーションとかが使えるので まあ楽しいなっていうことがあってこれは、えっと、今も保持してたまに使っていますこの前2つの G1X と PentaxK50 というのはちょっと新しい画面を買う時には手放していますで、えー、XQ1 のえっ、ー、とまあ作例って呼べるほどのものではないんですが、えー、写真はこんな感じになります でこういうのを撮るときには、だいたい僕は3つぐらいを使っていて、まあ普通のスタンダードなやつと、あと鮮やかなベルビアっていうやつと、えっ、ー、と薄めのやつ、えっ、ー、と何でしたっけ、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、まあ、その3つのやつを使っています。えっと。 で多分こういうのはちょっと鮮やかな感じで撮ってるんじゃないかなと思います。でこれは、えー、とスペインに、えー、と旅行に行った時に撮ったやつですね。えっ、ー、とこれが多分、えー、とビ,ルビルバオですかね。のえっ、ー、と,、えー、と現代芸術の博物館の、まあ、前にあるこの花でできた犬って感じですね。 この辺も結構鮮やかに撮れていますね。で、こんな感じでやっぱり晴れていてしっかり光量がある時にはかなり綺麗な色で撮れるなという感じです。で、これは本当に JPEG 撮ってたしみたいな感じですね。これもえっと博物館ですね。これも博物館ですね。こんな感じの現代芸術がたくさんあってめっちゃ面白い博物館でした。で、これがえっと確かサンセバスチャンっていうそのスペインの街で 結構、何でしょうかね。まあ、いわゆるリゾート地で、この海が透明度がめっちゃすごいと思うんですけども、本当にこう沖縄の海より綺麗かなっていうぐらいめちゃめちゃ綺麗な海で、結構フランスに近いところがあって、近いところにあって、まあ、フランスのお金持ちの人とかが結構遊びに来るような街らしいです。で、バスク、いわゆるバスク地方というところにあって、まあ独立の機運とかもちょっとあるという感じのところですね。で、こんな感じで。 非常にこういう、なんていうんですかね、スペインのリゾート地みたいな、まあそういうところの色合いをやっぱり富士フィルムのカメラだと、こう、JPEG 撮って出しても、こう、カチッと、こう、綺麗に切り抜いてくれるなっていうのがあって、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、どこだっけな、サッカースタジアムで、あ、レアルソシエダの、ここレアルって書いてます、ね、レアルソシエダのスタジアムですね。で、これは、えっ、ー、と、 山のアドベンチャーーワルですか、ね、っていう感じで、こういう感じで、あのペンギンもこう色鮮やかに抜いてくれるという感じです。という感じで、まあ、本当にセンサーはちっちゃいとはいえ、全然こう、映りに不満、明るい時には映りに不満はないので、まあ、暗いところだとどうしてもノイズだらけになっちゃうんですけれども、まあ、これはフィルムシミュレーションを楽しめるというところで手元に置いてます。正直、この XQ1 っていうのが多分 XQ2 までは出たんですけど、確かその XQ2 はほとんど同じで、 なんてんていうですかねこうマイナーチェンジとも読めないレベルのちょっとの差しかなくてでそこでちょっとシリーズが終わっちゃってこれ以降なんか X100V とかそういうあの高級なコンデジ路線10万円ぐらいするコンデジ路線に落ちちゃったんでこういうちょっと数万円で買えるようなこういうコンデジをまた作ってほしいなという思いはありますねそしたらちょっと買い替えたいなと思われますはい でこれは、えー、と先ほど言いましたけれども、えー、と現在も生き残っているカメラです。でここまで来てペンタックス K50 を全然こう持ち運べないっていう現状があった中でじゃあちょっとやっぱりミラーレスも欲しいなと思ったのが、えー、と実は昨年になります。ということでこの g 1 x とかペンタックス K50 とかっていうのは8年ぐらい使い倒しましたなんだかんだで。 で、そこで登場するのが、このソニーの α6400 っていうやつで、これはあの今でも現行の機種ですねで。これを買いました。で、まあいろいろあって、まあ去年ちょっと YouTube も始めてみたいなっていうのもあったので、まあ動画がもうちょっと 4K とか撮れるのも欲しいなっていうのも相まって、これを買ったって感じですね。で、これはもう多分皆さんご存知の方も多いと思うんですけども、こうめちゃめちゃ軽くてめちゃめちゃオートフォーカスが早いっていうカメラです。まあその分バッテリーが弱かったりするんですけども、 まあまあそれはご愛嬌という感じですねで多分重さは 400g ぐらいしかなかったと思います。っていうぐらいでめっちゃちっちゃくてめっちゃ軽いというのでペンタックス K50 とはまあレンズ含めて考えると重さが下手したらどれくらいでしょうね 700g は薄いかもしれないですけど、まあ、600g ぐらいは重さが違うっていう感じのカメラになります。はい、ということでこれもまあ今自分は持ち続けていて満足しています。ですね、はい で、センサーは APS-C です。まあ、えっ、ー、と、ペンタクス K50 と同じっていう感じです。で、この時に私は、えっ、ー、と、本体のみを買いまして、で、レンズは、えっ、ー、と、YouTuber の方がお勧めしていた、この SIGMA の、えっ、ー、と、30mmF1.4 というのを買いました。で、この絞りの F 値っていうのが、まあ、小さければ小さいほど明るいレンズなので、まあ、部屋の中とかの暗い時でもよく撮れるという感じです。で、この、 SIGMA の 30mmF1.4 というレンズはめっちゃオートフォーカスも速いですし明るいですしめちゃめちゃこう解像度が高くパキッと映るというカリカリに映るっていうのがありました値段もめっちゃ安くてこれ定価で5万2 0 0いくらなので多分普通に買おうと思うと多分3万円台とかで買えるような安いレンズです でこれを結構長らくこうメインレンズとして使っていました。こんな感じで、ちょっとあのピントが合ってなかったりするかもしれないんですけども、まあ、こんな感じで、こうあこれシグマ値が低ければ低いほどもう背景ボケボケにできて、まあ、これちょっと多分カメラを買ってすぐなので売しすぎて、多分この辺のコーヒーとかぼかさない方がいいと思うし、ちょっと水平も取れてない感じなんですけど、こうぼかしまくってこう、 やっったぜって生きりまくってた頃です、ねまあこういう感じでいろいろ写真を撮りまくってたって感じですね。でこれが本当にもう安いし写りはいいし音をーかす早いし本当にこう文句のつけどころがないまあ C とていうならばこの α6400 本体にもこのレンズにも手ブレ補正がついてないのでまあそういう弱点はあるもののまあ そういうところも自分がちゃんと気をつけてさえいれば、あの、解決できる問題だと思うので、まあ、本当に、あの、いいレンズだなという感じでしたね。まあ、なんか買物取ってばっかりですけど、はい。で、まあ、これが本当にもう動画にも使える、写真にも使えるというところで、あの、いいなって感じですね。 でえー、っとこの次に買ったのが、まあ、30mm というその単焦点を買ったので、えーっとまあ、いわゆる 35mm 換算で 45mm なのでもうちょっと動画を撮るときに高額なるのが欲しいなということで、まあ、この 20mmF2.8 で買いました。でこれのいいところは、まあ、これ見てて分かるとおりあのアホみたいに薄くて軽いっていう感じです。でもう本当に何て言うんでしょうね。 キャあの本当にキャップぐらいの薄さしかないカメラであレンズで重さも 69mm っていうこうべラボうに軽くて本体と合わせても 470mm ぐ,ぐらいにしかならないっていうもう G1X よりも軽くなるっていうあのすごいレンズでしたまあ映りは正直まあまあそこそこって感じなんですけどまあオートフォーカスもやっぱソニー純正でそこそこ速いので まあ、とにかく軽いレンズが欲しいっていう方には、こう、おすすめのレンズだなという感じになります。まあ、写りは普通ですね。なので、ちょっとサクレとかは用意してないです。はい。で、えっ、ー、と、まあ、動物園とか行くと、当然 45mm の単焦点とかじゃ立ち打ちできないので、じゃあってことで、この、えー、18105G っていう G レンズっていうのを買いました。で、この G レンズっていうのは、まあ、ソニーが作ってる中で、 ちょっといいレンズが G レンズで、めっちゃいいレンズが GM レンズっていう感じで、こう、ちょっとクラス分けされてるっていう感じですね。で、これのいいところは、えっ、ー、と、手ぶれ補正が入ってるっていうところと、一応 F4 っていうぐらいの、まあ、そこそこの明るいさが、こう、一番広角に撮った時ときと、一番ズームしたときでキープされるっていうところです。で、あと、まあ、おまけの、えっ、ー、と、いい性能として、あの、パワーズームというのがついていて、あの、カメラ側で、 こう,なんかとかこういう本体ついているスイッチをこうクイッとやると電動ズームになってこう人間の手でやるよりもこう同じ等スピードでズームができて動画に向いてるみたいなのがあります。でこれが実はあんまりこう持ち出せなくてなぜかっていうと重たくてでかかったからってことになります。でこれが 427g もあってカメラ本体も重たいんですよね。でかつ長さも1 1ンチあってまあズームするともっと伸びちゃうっていうところがあって。 まあ残念ながらそんなに持ち出さなかったですね。あと写りもちょっと正直なところ、そんなに満足。なんか G レンズっていうので、ちょっとめっちゃ期待してたんですけど、まあ、こうちょっとこうブランド力に目がくらんでしまったなっていう感じで、まあ、そこまで写りがいいレンズっていう感じじゃなかったですね。まあ、最近なんか ZV-E10 とかいう Vlog 用のカメラが新しく出て、まあこういうパワーズームがついてるボーン、N レンズが多分注目が浴いてると思うんですけども、 でもこれつけると持ち運びがめっちゃ大変になるレベルででかくなるので結構使うには気合が必要かなという思いがありますなのでこれは、えー、と残念ながら正直そんなに使わずにもうすぐに売っちゃったっていう感じになりますで代わりに買ったズームレンズがありましてそれがタムロンの1770っていうやつですでこれもこうすごく YouTuber の方々が推していて まあ、多分売れてるレンズだと思います。ですごくこう何て言うんですかねさっきよりもさらに明るい F2.8 っていうもので要は暗いところとかも強いですしさっきのレンズよりも背景がボケるっていう感じになります。でまあちょっとこう何てうんですかね望遠側が弱いんですけどもまあそれでも一応それなりにズームできるっていう感じのレンズになって多分これめちゃめちゃ売れてるレンズだと思います。ただこう見ていただいたら分かる通りこれも結構でかいんですよね。 あのもちろん望遠レンズ界の中ではめっちゃ小さいんでだ,だと思うんですけども、まあ、ちょっとこう自分のこう自分の中にある敷地からするとちょっと超えちゃってるなという重さでした 520g とさっきのやつより重さでいうと重いですねまあ明るいんでしょうがないんですけどやっぱ明るいレンズっていうのはこれを大きくしないといけないのでまあ しょうがないんですけど、まあ、いっぱい光を入れるために大きくすると重たくなるという、まあ、これは物理的に仕方がないという感じですね。なので、まあ、これもそんなに出番がないもま売っちゃったっていう感じになります。まあ、あとは、ちょっと個人的にこの写りが気に入らなかったんですよね。あの、いや、全然綺麗だと思います。綺麗だとは思うんですけれども、これが多分、タムロンのレンズで撮ったやつで、 まあこれ札幌を散歩した時ですね。これあと赤レンガのところにあるやつで、なんかこうちょっと背景のボケ方とかが気に入らないなとかいう部分があったりして、うん。なんかこう全然悪くないんですよね。映りは全然悪くないんですけれども、まあ動物園とかでもちゃんとズームなので、まあ105ミリまで、換算105ミリまで使うので、全然取れるんですけれども、 まあちょっとこの何て言うんですかね自分の好みには合わなかったっていう感じですねなのでえちょっと残念ながらすぐに手放しちゃいましたまあこの辺とか結構好きな写真だったりするんですけれどもまあまあちょっとこうまあもう一個あったのはやっぱズームが1 0 5ミ、mm、リっていうのは動物編で使うにはあのすごく付属していて 結局こういう写真も全部撮った後トリミングしてさらに一部分だけ切り出しているので、まあ、ズームだったらもっとズームしてほしいっていう思いもあったんですよねなので、まあ、写りがそこまで自分の好みじゃなかったっていうのとこの重さをこう我慢するには望遠がちょっと短すぎたなっていうのがありましたはいなので、まあ、完全に好みの問題であの非常にいいレンズだと 思いますなので、えっと、これまで買ったレンズは、えっと、どれもいいレンズだとは思いますただちょっと自分の好みとかこう重さの基準がちょっと低すぎたのでこう持ち運べなかったなというのは、まあ、この辺もちゃんと手ブレ補正も入ってますし全然いいレンズだとは思うという点だけは、えっと、強く主張しておきます。 ではじゃあ今自分がどういうレンズを持っているのかというのに入っていきます。で実はこの辺のレンズは紹介しておいてなんですけれども、えっと、全部売っちゃいました。で今自分が持っているレンズっていうのは4本になります。でまずこのシグマの 30mm さっきこう激推ししてたんですけれどもこれはちょっと自分の中で若干色とか解像度感が高すぎるっていうのがちょっと 好みとと違うなというないのに気づきましたで、まあ、改造とかに関しては、ちょっとソフトフィルターとか、最近ちょっと流行ってるそのブラックミストとか、そういうのをつければ、あの、もちろん、柔らげることできるんですけれども、なんか、カリカリのレンズを使って弱めるのって、なんかちょっと違うんじゃないかなというのもあって、まあ、ちょっとこう、好みから外れたので、売っちゃったという感じになります。で、えっ、ー、と、まあ、この辺で今使ってるのは、この、 サイイのトゥイーーというシリーズになります、まあ、私もちょっと動画を作ってるのでひょっとしたら見ていただいた方もいるかもしれないんですけれどもこちらのレンズを今は、えー、とメインで使っていましたでこちらのサイズのトゥイートというのは、えー、と非常にこう発色が鮮やかでただ解像度感はちょっと弱いという感じのレンズになります まあもちろん必要十分なレベルの解像度感は得られていると思うんですけれどもさっきのシグマとかと比べるとまあ全然低いっていう感じですねでただ自分的にはなんかこれぐらいがいいかなみたいな感じがあって、まあ、これは完全に好みの問題なんですけど色がはっきりしてて、まあ、そんなに解像度感が高くない方が好きかなという感じがあるのでえっ、ー、とこっちを選んだという感じになります でこれは全部今撮ってるのは、えー、とこれ 38mm と1.8が映ってますけど、えー、と私2本持っていましてこの 32mm の1.8と 50mm の F2.8 のマクロレンズというのがあってこれは今こっちら 50mm のマクロレンズの方で撮影した、えー、と秋の紅葉の写真になりますでこれはえと万人でおすすめできるレンズでは到底なくてさっき言った通り解像度感は低いですし オートフォーカスもさっきのシグマとか比べるとめっちゃ遅いですしあとこうオートフォーカスが合わせる時にこうピント合わせる時の音がめっちゃうるさいですなので動画に使うのは厳しいというのがありますなので、えっと、本当に写真を撮る人にしかお勧めできないですしかつそんなに解像度感とかも高くないので、えっと、そんなに強くお勧めできるんじゃないんですけどもまあこの辺のまあ何て言うんですかね 色色の発色の発鮮やかかさとかこういうのは本当とにこう自分の好みにばっちり合うなという感じで気に入って使っています。まあ、YouTube とか検索してもやっぱり写真用の写真に特化したレンズっていうこともあって全然レビューとかがなかったりするんですけれどもこれはちょっと最近撮ったえとマラソンの観戦自粛とかですねこういうなんかこれ赤の発色とかが本当にこう ちょっとこってりしてる感じで綺麗で本当にこういう色合いがちょっとシグマのレンズとかではなかったなという感じで自分の好みだなという感じになりますはいこういうなんか感じのこうはっきりした色合いが好きだなという感じですまあ写りとしては多分 32mm も 50mm も結構同じ感じの発色のなぜな感じで,すでこれもちょっとポチャッコとかポンポンポンで撮った時で こうかなりマクロレンズなんでこうガッとこれ本当に手のひらに乗る手のひらにこの両方が乗るぐらいちっちゃいサイズなんですけどまあマクロレンズなのでしっかり揺れるしこのはっきりと赤とか青とか黄色の発色がめっちゃ綺麗という感じになりますこの辺は多分 32mm 取ったんじゃないかなと思います まあこういうスナップを撮るときも、これは多分ちょっとブラックミストとかをつけて撮ってる感じですかね。ちょっと。こういう感じで、こう、非常に気に入っているレンズで、この2本を今私は引き続き所有しているという感じになります。で、えっ、ー、と、であ、これでカールツアイスにどっぷりハマってしまって、 で、次に買ったのが、このビオゴンの 28mmF2.8、mm、ってやつで、で、これは Z マウントレンズという、あの、ラ i カ a の M マウントと互換性のあるレンズです。で、これはもともと、あの、ソニーの E マウントのところには,はまらないレンズなんですけども、あの、アダプターをかまして無理やり使っています。で、なんでこれを買ったかっていうと、めっちゃ、あの、しょうもない理由なんですけど、私は、えっ、ー、と、この、ソニーの、えっ、ー、と、 のののこのシルバーのカメラを使っているんですよねでそうするといや全部これシルバーで統一した方がかっこよくないかっていうことにふと思い至りましてシルバーのレンズが買いたくなったって言ったらそれだけの理由っていう感じです。でいろいろ探した結果あんまりシルバーのレンズってやっぱ出てなくてその中で、まあ、カールァイスとかの中から選んでかつデザインがこういうちょっとオールドスタイルでかっこいいなっていうのもあってこれを選んだっていう感じになります。 まあちょっとさっきのツイートの 32mm と画角が被っちゃってるのが残念なんですけれどもまあこれを選んだって感じですねまあ大きさとかっこいさから選んだっていう感じですでこれは完全にフルマニュアルレンズであのオートフォーカスが全く効かないんですけれどもまあやってみるとこれはこれでこう自分でいちいちピント合わせないといけないっていうのもまあ楽しいっちゃ楽しいなという感じですでまあ弱点としてあの古いレンズですのでまあ最短撮影距離が えっと、どこに書いてあるかなあ、これか。えー、っと、こっちか。えー、50センチですね。50センチと全然同じレンズなんですけれどもあの、焦点工房が出ている、えー、っと、マクロ化できるようなアダプターをかまわしてますので、まあ、全然マクロ撮影ができるようになっていて、非常に使い勝手はいいです。まあ、オートバーカーでは使えないんですけどね。 でえっ、ー、とミオンを撮った、えー、と作例っていうのがここにあってあカメラはちょっと後で言う今最近使ってる分アルファ 7C っていうのを使ってたりする写真まあ入ってると思うんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、カルツアイスらしいこう色の良さとか、まあ、そういうのありつつ割とさっきの T とよりも解像度感はちょっと高いかなっていう感じがありますね。 結構白黒にしても味があっていい感じで気に入っています。まあアジサイでこれは青だけ残したみたいな編集をしてみました。やっぱこういう,こう色の感じの良さっていうのがカルターエスのレンズの個人的には好きなところなので、まあ、こういう青空とかを撮ってみてもこういい天気だなっていうのがあります。これはえっと札幌の北24条に行ってスナックバスへの聖地巡りをした時の写真ですかね。 という感じで、まあさっきのツイートのところでもやったんですけども、あの、色がいいので、とても気に入っているという感じになります。で、変わり種のところで行くと、このギズモンの写レンズっていうのも買いました。で、これは、えっ、ー、と、この、なんて言うんですかね、ちょっとオールドな感じの写りが、まあ気に入ったなという感じがあって、変化球な感じで、まあ値段もそんなに高くなかったので買っていました。5000円ぐらいですね。で、これはどういうレンズかっていうと、 ここに書かれている通り、えっとおり映,映るんです名前の通りこの映るんですのレンズを使った、えっと、レンズなんですよねで、えっと、本当にこれ薄くてパンケーキレンズって書いてありますけれどもあのボディにもともとついてるキャップぐらいしかないですでもうあのピントと合わせるとかいうのもなくてあのまあもう最近映るんですを使ったことがある方も減ってきてると思うんですけれども本当に映るんですってあのギコギコ フィルムを巻いて画角を決めたら、あの構図を決めたらシャッターを押すだけっていう感じだと思うんですよね。そんな感じで、あのパンフォーカス、いわゆる全部にフォーカスを合わせるっていう。このすごく絞りが暗い感じになっていて、という感じの写真が撮れます。で、これをやって面白かったのはやっぱりあのずっと。これまではさっきのビオゴンを使ってこう。いちいち。 えとピ,ンピントリングを回してピント合わせ撮っていたわけですけれどもあのそれがなくてただカメラを向けてパシャッと撮るっていうのはめっちゃ楽でそれはそれで楽しいなっていうのがありましたでこれは中島公園を散歩した時の写真だと思うんですけれどもこんな感じの写真が撮れますこれはアルファ6400にこの映レンズをつけたやつですなので 17mm の1.5倍なんで 24mm ぐらいですかね の写真が撮れるっていう感じになります。25ミ、mm、リぐらいかな。で、えっと、こんな感じで、やっぱり、あの、ピント、まあ、F16 でどこにでもピントが合うといったものの、まあ、ある意味、どこにも合ってないみたいな写真が撮れます。で、かつ、えっと、周辺光量値もそこそこあるという感じですね。ただ、なんかこういうちょっとオールドな写りっていうのも、やっぱたまにはいいもんだなという感じがあります。で、これは、あの、まあ、老元像とかせずに、 本当に JPEG 取って出しで、パッと取って、パッと出すみたいなのが、こう、いいのか、合ってるのかなと思います。本当になんかこう、どこにもピントがちょっと合ってないような感じの、ノスタルジックなシーンが撮るので、これはこれで気に入っています。なので、今これは、あの、α6400 に付けっぱなしにしていますね。まあ、ただ、これの欠点があって、 ここの、なんていうんですかね、このレンズの本体の工作精度がすごく低くて、あの、めちゃくちゃ硬くて、はまらないんですよね。なので、僕が持ってる個体っていうのは、あの、最後までこう、カチッとはまらなかったですね。まあ、ただ、別にそんなに問題ないんで、落ちるほど緩くはないので、なんかこう、まあ、ちょっと、ここのスイッチのバネが弱くなっちゃうかなという懸念はあるものの、最後までカチッとはまらないところで、固定しちゃってるという感じになります。 なんか言ったら交換してくれるっていう話もあるんですけど、まあ、ちょっと面倒くさいし落ちるほどではないんでそのまま使ってるって感じですね、まあ、こんな感じで本当にあの昔の写真昔の写るんですを使っている時のようなこう気持ちが返ってくるという感じのレンズになっていてこれは結構思ったよりも当たりだったなという感じになります なので、えっ、ー、と、今紹介した、この α6400 と、えっ、ー、と、ザエのツイート二本プラス、ビオゴンプラス、写レンズ。これは今も、えっ、ー、と、保持しています。で、あと、コンデジでいうと、まあ X、XQ1 を持ってるという感じですね。それ以外は売りました。で、えっ、ー、と、ここでちょっと問題が発生しまして、ちょっと α6400 だと、こう、家の中で写真撮った時に結構ノイズが出ちゃうなっていうのもあったので、 どうしてもちょっとフルサイズに行きたいというところがあってこの α7C というのを購入しましたでなんかまあ α7C 欲しいけどやっぱり買うお金もな厳しいなっていうのをずっと考えていて、まあ、毎日ヨドバシカメラとかの値段を見ていたんですけどもそうするとなぜか一瞬ヨドバシカメラでなんか2万円ぐらい値下がりしてるタイミングがあってまあ買うなら今しかないと待っていても また値段が戻っちゃうかもしれないので、どうせ買うんだったら2枚しかないということで買いました。で、これは非常にコンパクトな、えっ、ー、と、フルサイズミラーレスで、あの、センサーがめっちゃ大きいっていうカメラですね。で、かつ、えっ、ー、と、重さも、えっ、ー、と、どれぐらいでしたっけまあ、500g ないぐらいですよね。えっ、ー、と、アルファ6000円は行くとそんなに変わらないぐらいの重さなんですけど、えっ、ー、と、あ、ちょうど 500g ぐらいか。これぐらいの重さなので、まあ、全然小さいですね。 まあすごく購入を悩んだ点としては、ファインダーの倍率がめっちゃ低いっていうのがあって、0.5倍とかで、この α6400 の多分3分の2ぐらいしかないのかなというところで、ビオゴンは完全にフルマニュアル,フ,ル,ュアルフォーカスなので、そのピント合わせるのが厳しいかなというのもあって、ちょっと躊躇したんですけれども、まあ、買ってみるとそこまで厳しくもない、ギリセーフぐらいかなというのがありました。できれば、 もっとファインダー倍率が高い、もっとファインダーの中に大きく映るもの、カメラが発売されたら、そっちに乗り換えたいなという思いを言われつつ、まあ、そこそこ満足はしているという感じですね。あと、えっと、思ったより期,し期待していなかったけど良かった点として、このカメラはあのボディ内に手ブレ補正が入っていて、それがかなり力を発揮して、いや意外と写真でもやっぱり手ブレ補正で大事なんだなというのを感じました。まあ、これは多分、 一番大きいのは私が写真撮るの下手くそであのシャッター切るときにこうカメラを浮かしちゃってるっていうのが一番大きいんですけれども、まあ、私のようなえっと下手くそな人には手ブレ補正とかがあった方が良くてやっぱりこう腕の悪さをこう補えるだけのいいカメラを使うべきなんだなというのが分かりましたやっぱりこういうカメラって高ければ高いほど結構高機能なものが多くてやっぱ初心者の人はこう使いこなせないし良くないんだろうなっていう感があるかもしれないんですけれども まあむしろこうあのまあうくなりたいっていう人にとってはどうなのか分かんないんですけどもあのお金さえ出せば腕の悪さはある程度補えるので予算の余裕があるんだったらいいカメラを買った方がいいかなというのは感じましたでこれでまあ XQ1 があってまあ z a s のトゥイートシリーズがあったら VALOX400 もあって薄レンズもあって でまあ、フルサイズに対応したレンズっていうのはビオゴンしかないんですけれども、まあ、一応 APS-C モードを使えば t w i も使えるという感じですでここまで来て、えーとまあ、気づくことがあると思うんですけどもあのズームレンズを全部手放してるじゃないかっていうところがあってあのじゃあズームレンズはどうしてるかっていうとこちら、えー、RX100M7 というのに肩代わりしてもらっています でこれは、えっとまあ、コンデジなんですけれども、えっと、200mm まで望遠できるあのさっきちょっと足りないなって言ったタムロンのズームレンズは 105mm までだったんですけれども、まあ、その2倍ぐらいさらにズームできるっていうコンデジになりますでセンサーはえっと最初に紹介した G1X ほどではないんですけれども、まあ、1型とそこそこ大きいものになりますでこれを買ったもう一つの理由は、まあ、α7C は 軽いいとはいえやっぱりそこそここ重たいんですよね、まあ、レンズと合わせて8 0 0グラムぐらいで押しもしてしまうので、まあ、手軽に持ち運んで常に肌身離さず持ち運んでかつシャ,シ,ャシ,ャシャッターチャンスを逃さないっていうところを考えるとやっぱこういうコンディションを1個買いたいなと思ってました XQ1 もまあ悪くはないんですけど XQ1 の場合にはやっぱズームが弱くて例えばパッ とこう移動動した時時にに物とか鳥を見つけた時に撮れないんですよね、えー、XQ1 のレンズは F1.8 という,こう抜群の明るさはあるものの 100mm さっき言ったタムロンと同じぐらいのズームしかないので、まあ、悪くはないけれども動物を撮るには心もとないという感じなんですよね、まあ、動物を撮るには当然 200mm でもちょっと心もとないんですけれども、まあ、それでもさっきのやつよりは倍伸びるので 十分いいいなというのがありましたでちょうど先日いいタイミングが訪れましてこう歩いてるとたまたまエゾリスが近くでご飯を食べていてくれたのでこうパッと取ることができてよかったです。でまあちょっと X っとこっちじゃなかったえー、っと、X、えっとこれかこれですねこんな感じでまあこれもちょっと えと写真撮った後にトリミングして拡大はしてるんですけども、まあ、これぐらいのこういい感じの結構まあそれなりにこう毛も見えるぐらいのこうエゾリスの写真が撮れるぐらいの望遠の性能を発揮してくれたのでこれはまさにあのこうちゃんと散歩行ってる時にカメラを花見離さず持っていたからこそ撮れた写真ですし。 まあ、あとこんな感じで結構気に入ってます。はい、だし、そうですね、これやっぱ小型かつ望遠が効くっていうのが、えー、とまさに発揮できた場面かなというので買ってよかったなという感じです。はいまあ、中古でやっぱり買っても7万8万ぐらいしてやっぱ高いなっていう感じだったんですけれども、まあ、ズームレンズのカだと変わりかつ常に肌身離さず持っておけるって考えると良かったですね。まあ、あとは自分の免疫のソニーと全部揃ってるので、 まあ、こう、編集するときも同じ考え方でいいっていうのもありますし、まあ、そういうちょっと利便性っていうのもありました。うん。というのが、えっ、ー、と、まとめになります。なので、えっ、ー、と、今持ってるやつをまとめると、コンデジがこの XQ1 で富士フィルムのフィルムシミュレーション遊びをできる。で、この RX100M7 で、まあ、望遠レンズの代わりでズームをやってると。 でミラーレスは、えっと、ちょっとセンサーが小さめのミラーレスの α6400 に、えっと、映レンズっていうのをつけて、まあ、本当に超軽い、500グラムいかないような、かつ、えっと、ピント合わせる必要もないパシャッと添える、こう、ちょっとオールド、昔の映レンズ狩りに使っているのがあって、えっと、本気の時には、まあ、α7C にビオゴをつけたやつを、まあ、メインのカメラにしているという感じになります。で、まあ、場合によっては、この Tweet を使うこともあるっていう感じですね。 そうすると、まあ、次、欲しいレンズの話に移っていくんですけれども、まあ、じゃあどういうのが欲しいかっていうと、ま,あ、まず一つはやっぱりオートフォーカスのレンズです。まあ、今、実はこの YouTube の動画を撮るときには全部このビオゴンで撮っていて、あのいちいち自分の手でピント合わせて動画を撮っています。なので、どうしてもやっぱりちょっとこう、めんどくさいなっていうのがあって、例えばぬいぐるみぐらいだったらいいんですけれども、 フィギュアとかの写真を撮ろう、写真じゃない、動画を撮ろうとすると、本当にこう、細かくこうピントを微調整しないといけなくて、そんなのちょっとやってられないので、ちょっとフィギュアのレビュー動画とかも作りたいんですけども、まあちょっとできてないというのがありたりします。なので次欲しいのは、やっぱり、えー、オートフォーカスが効くレンズです。で、えっ、ー、と、フルサイズに使えて、オートフォーカスができて、 かつまあビオゴンと,えと焦点距離ができればやっぱか,ぎかぶらない方がいいかなと思っていてまあちょっとビオゴンは2 8ミリとちょっと広角側なのでもうちょっと望遠側でかつえと自分はさっき言ったようにこうツアイスの釣りが好きなのでツアイスのレンズってなるとやっぱりこのバティスシリーズっていうところになっちゃうんですよねではやっぱり狙い目は今のところはこの 40mm のものかなと思います で、かつ、これは、えっと、このクローズフォーカスって書いてある通り、あの、ちょっとマクロレンズっぽくも使えるので、まあ、やっぱりバティスの 40mm が次の自分の狙い目。で、その次は 85mm かなと思っています。で、当然、こんなの全部買ってたら破産しちゃいますので、まあ、現実的には、まあ、ボーナスが出るたびに、こう、このレンズを 40mm 買って 85mm 買うっていう感じで、まあ、今後1年半くらいかけて買っていく感じかなという感じに考えています。 はい、でやっぱりどうしてもちょっと家の中で暗いところでちょっとあの家のこの写真を撮りたいっていうのもありますのでできれば F 値が低い方がいいのでやっぱりこのバティスがいいのかなという気がします、まあ、ちょっとソニーの GM のレンズも例えば 35mm だったら高いのは高いんですけども、まあ、このバティスと同じぐらいの、まあ、15万円ぐらいで買えるんですが、まあ、ちょっと 40mm と 35mm ってあまりにもかぶりすぎているのでまあちょっとバティスの方を優先したいかなと思います でソニーのちょっと GM レンズ他のを買うかと思ったんですけれどもまああまりにもちょっとこの 35mm 以外は値段がちょっと30万ぐらいして高すぎるので、えー、とちょっとそれは無理だなということで、まあ、このシリーズを調べ揃えていくのが、まあ、高い中でも安いみたいな高いレンズ界の中の安いみたいな感じかなというふうに思っているのでまあ再生レンズを揃えるのがいいかなと思っているという感じです。 なので本当にあの極端なんですけどこの映レンズ以外は全部僕は最初のレンズしか持っていないのでまあ高いけれどもまあ頑張って中古とかをこう駆使しながら買ってるという感じになりますはいえー、と以上がまあ自分のカメラ変遷という感じですかねほんと今になってこう見返してみると改めてこの G1X とかが本当にいいカメラだなと思って改めてこう自分が撮った写真を見ると本当に カメラを始めた初期の頃で、えー、腕がないにもかかわらずこんな写真が撮れてたんだっていうのがこうちょっと分かって懐かしい気分になっていました。やっぱキャノンって本当にいい写りしてますよね。はい、ただやっぱり最近の,あのミラーキ,ャキャノンのミラーレスカメラって本当に高いので、まあ、ちょっと軽々と手を出せるものではないので、まあ、買うことはないとは思うんですけれども。 まあ本当にいい移りをするなというのをちょっと思い出したというのでちょっとこう懐かしさに浸っていました。はい、という感じで、まあ、今さっき言った通りマニュアルフォーカスレンズで動画撮ってるので、まあ、それがねなんか自分の語りの動画を自分でピント合わせで撮るとかだったらマニュアルフォーカスとかでも問題ないと思うんですけども自分の場合はやっぱりメインのコンテンツがぬいぐるみの レビューなので、やっぱぬいぐるみをこうアップにすると自分でピントを合かして、引くともう一回ピントを合わせっていうので、結構めんどくさかったりするので、できれば早めにオートフォーカスのレンズが欲しいなという思いはあったりします。まあこのバティシリーズは、あのピントを合わせるときもツイートと違って、えー、めっちゃ静かで動画にも使えるレンズなので、その点もまあ期待しているという感じになります。 本日はまあこんな感じでポッドキャスト的に骨折段階を取ったという感じになります。